クイントゥス・カエキリウス・メテルス・バリアリクスは、プレブス出身の共和政ローマの政治家、軍人。紀元前123年に執政官を務めた。バレアレス諸島の海賊を制圧し、バリアリクスのアグノーメンを得た。カエキリウス・メテッルス家系図プレブスである、カエキリウス氏族の出身。父も祖父もプラエノーメンは、クイントゥスであるが、父は、紀元前143年の執政官。クイントゥス・カエキリウス・メテルス・マケドニクスである。紀元前143年から紀元前142年にかけて、父の下でヒスパーニア・キテリオルで戦ったとされるが、これは疑わしい。少なくとも、紀元前126年以前には、法務官に就任していたはずである。紀元前123年の執政官に、パトリキのティトゥス・クインクティウス・フラミニヌスと共に選出された。執政官として、バレアレス諸島の海賊の制圧任務を担当した。この任務は1年では終わらず、紀元前122年にも、前執政官として、引き続きインペリウムを保有した。紀元前121年までには、バレアレス諸島のマヨルカ島とメノルカ島を征服し、ローマで凱旋式を実施するとともに、バリアリクスのアグノーメンを得た。この勝利の後、植民都市パルマとポリエンティアを建設し、イベリア半島から3000人のローマ人を入植させた。紀元前120年に監察官に就任。この時に、プブリウス・コルネリウス・レントゥルスを元老院第一人者に再任したと思われる。バリアリクスの子供としては以下が知られている。ありがとうございます。